どうも皆様こんにちは、グリードです。今回はラッシュゲーミングの新メンバー18歳の新生長身最強、プレイヤーのシリウスくんとちょっとコラボ動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。反応がないですね。どっか行っちゃう。何かこのタイミングが何いや把握してない慣れてないから。慣れてないからじゃあどっか行ったのかと思いましたけどね。じゃあ今日は、まあ、昔に、まあ、ゴロウとかルークの時にやった、まあ、いわゆる質問コーナーというか、まあ、視聴者が気になってる部分をねちょっとね探っていきたいなというコーナーになっております。ナイスナイスガチナイス。いやいい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 シリウスいいいいシリウスシリウスシリシリ MVP。 まあそうだな、まず軽くね、じゃあシリウスくんからなんか自己紹介とかできるから、まあ自己紹介、そう、名前となんかプレイスタイルとかいつから始めてるのかとかにしようかな。じゃあまあまあ名前はもうシリウスって名前出てるから分かると思うんですけど、うん、シリウスで、好きなプレイスタイルというか自分今の役職は SMG やってるんですけど、うんうんうん、まああのサーチだと SR も使ったりとか、まあフレックスに近いポジションなのかな、うん、COD はちょっといつからやったかは詳しくは言いたくないんですけど。いいんじゃない、もう時効は過ぎてる。もうね、いやいいんすかね、まあ一応 COD4 からやってます。いや、マジでそれ。僕が COD4 だよ。いやがっつりはやってないですよそんな、うん、あの触れた最初に触れたのは COD4 からです、マジで。え、マジで僕がだって、中学校かな、うん、だからちょっとこれ以上ちょっと探らないようにしましょうかね。いつから始めたっていうのはね。ピーヨン。ピー入るかもしれないですね。まあ、今回も真面目な質問から、ね、ふざけた質問までたくさんいただきましたけども。じゃあまず、まあ、ジョブを入れていきましょう。はい、お疲れ様です。ルイボスティさんからお疲れ様です。憧れの選手、目標の選手は誰ですか。また、ラッシュゲーミングに入隊が決まった時の感想を教えてください。憧れの選手は、うん、今 SMG 持ってるっていうのもあって、うん、アトランタフェイズの神父っていう神父、ね、選手がいるんですけど、まあ、うん、そのプレイヤーも、まあ、SMG 使ってて、うん、でサーチだと SR も使うっていう、うん、まあ、その今自分に一番近いなんだろうな選手っていうか、その武器といい、うん、確かに、まあ、確かにね、いいね、それ、うん、あの自分に一番近いプレイスタイルの選手見るのが一番いいもんね。で、はい、でラッシュ入った時の感想か。感想、いやもうなんか入った時はもう入るのみたいな。何それ。いや、あもう入るんだみたいな。まあまあそうね、もう結構決ま、うん、ね、勧誘してから早かったもんね、正直その入るまでが。で、その入るってなったらもうじゃあもうシルス君で行くからみたいな、うん、だったんで、まあそうね、みたいな。ラッシュに所属する前と後でメンバーの印象の違いは、五郎さんは思ったよりなんだろうな、硬くなかったかな、なんか、うん、なんか硬いイメージがあったんですけど、まあ、寡黙な職人みたいな、ですよ、ね、頑固親父みたいな。なんですけど意外となんだ柔軟性があるっていうか、まあなんかその、そのチームの中だとそのいろいろ考えとかも出してくれるっていうので、うん、なんだろうな、意外と硬くなかった。ちょっと言い方は、ね、いいのか分かんないけど、最近変わったからね、またさらに成長してますから彼も。モダンオヘアになっちゃった。ちょっとこの画像は載せられないかもしれないけど、あの時からねだいぶ成長してますからね。レッドさんはでも変わんないかな、なんかその、うん、なんだろう、その情熱的な部分とかそのストイックさっていうか、その COD にかけてる部分っていうか、うん、なんかもういつも見てた側のまんまと一緒だったかな。はい、プロとして日本最強になる自信はありますかって。いや、最強になる自信、でも、なりたいとは思ってるけど、まだ、なんだろうな、
自信はまだないかな。ダメダメダメ。そこはもう一言でありますって終わらせていいんだよ。なんかあります。うん、あります。あります。はい。ちょっと読み方がわからないんですけど、コールドウォーで好きな武器は何ですか。コールドウォーで好きな武器か、タンドラかな。エルクロ？ああ、スナイパーね。なるほどね。そうね。そうね。結局スナイパーが一番好きっすね。アータンさんから好きな漫画。好きな漫画、アプリの、スマホのアプリのジャンプに入ってるスパイファミリーってやつがあるんですけど、うん、まあ、それがまあなんか毎日更新してくれないかなって思うぐらいちょっと続きが気になってる感じですね。さあカカロットちょっとカカロット最近のサイヤ人から、COD 以外のゲームは何やってますか。COD 以外は、MW 期間、その、自分ちょっと e スポーツやってなかった時は、うん、まあ、Apex Legends とか、うん、バロラント、レインボーシックスシーズとか。いろいろ触ってんね。そうですね。PC ゲーいろいろ触ってて、あとは、コールドシーズン入る前は、アマンガースやったりとか、うん、そういう PC ゲーに関してはそこら辺かな。ミッチェルさん、筋トレしてますか？筋トレ一応自宅でちょいっとだけやってはいるけど、もうね、今会話してる人がガチすぎるから、いやいやいやそんなに、なんだろう、やってるって言えないかもしれない。最初はね、僕も自宅だったから。まあね。まあ、ただ、ジムには行ってないです。じゃあ、ジム行こうか。強制連行。ジム行こうか。自称最強プレイヤー、高場さん、プロゲイマーになる。プロゲイ、ゲイ、プロゲイマーの芸人の方ですね。プロゲイマーになる予定ですか。いや、個人的にはそこは目指してないんだけどな。めっちゃ言われるんだよな。嫌だと思ったんだって、マジで。ちょ、これは裏テクニック。名前がちょっとおかしい人がいますけど、おっぱい派？お尻派？おお、出たそれ。定番化しつつあるね。ね、本当に。自分もおっぱい派です。ああ、おっぱい派ね。おっぱい派。僕は最近お尻派ですね。おお、変わってる。変わりましたよ。お尻もいいなっていう感じ。KBTB さん、ラッシュに入るきっかけと入る経緯を知りたいです。まあ、こっちから、うん、ラッシュゲーミングから、まあ、勧誘したという感じなんですけども。まあ、そうですね、うん。入る経緯というか、まあ、どうして知ったかだよね。シリウス君が、まあ、まあね、コミュニティ大会とかで優勝したりとか、結果を残してて、それで、まあ、うちらも知ってた。まあ、e スポーミーみんな知ってたからね、シリウス君のと。まあ、そうですね。交流戦とかもやってましたし、うん、そうね、うん。まあ、交流戦もして、大会で、結果も残しててっていうね、もう有名人になってたのでっていう感じですかね、その入るまでの経緯というか。やったね。あ、来ましたよ、ごめん、そのまま。絶対聞かれる。リュウキさん、シリウス君の感度はいくらですか？来ましたね。絶対聞かれる、一生聞かれるから、これから。そう。今は、77で、成敗率が1、うん、で、高倍率が1.4 かな、うん、SR、うんうん、でちょっと高めだね、7っていうと。あの今フリーク使ってて、うん、このついこの間いただいたんですけど、そのフリークで試しにそのやってて、そのフィットしたんで、うん、あ、このまま行こうって思ったら66が重くて、うん、ちょっと1個感度上げようって思ったら、うん、まあ、なんだろう、本当にいい感じのその設定というか、なんか滑らかに動かせるようになったんで、今はもうこれで、そうですね、もう動かすことないと思いますね、もう77で、うん、66はちょっとフリーク、まあ高く、スティックが高くなるとね、ちょっと6だと遅いよね、78ぐらいだよね。あ、これはまあリアルの質問ですね。ルナティさん、大学ですか、専門ですか。まあ、大学、そうですね、うん、はい、正解だと思います、はい。大学は行っといた方がいいと思います。ラッシュクランに入る入隊条件を知りたい、聞きたいです。ラッシュクランじゃないんですけど、ラッシュゲーミングなんですけど、うちは
どうですか、あの入ったシリウス君から入るには個人的にはもう e スポーツのそのルールやり続けて大会とかもずっと出て、うん、でまああとは配信もちょっとできたらあれかな、多分そうね、その知名度もどんどんそのいろんな要因で上がっていくから、まあとにかくe スポーツルールやり続けて、であとはいろんな人とやることかな、そしたら、ね、知ってもらわないとね、そうだよね、そうですね、なんであのプロの人のプラベとかもなんか勇気持って一度ぐらい参戦した方がいいかもしれないですね、うんうん、まあ、強い自分を知ってもらえればね、うん、なんでまあどしどし挑戦していくしかないですね、うん、そうだね、うん、大会もね結果も残していかないとね、そうですね、頑張ってくださいはい、頑張れ、これは何でしょうね、変な質問ですね、グリードさんみたいにうんちやちんちんは好きですかってどういうことじゃあ好きです、あ好きです、はい、分かってるね、このこういう質問はスパッと答えるのがいいっていうの分かってきたね、じゃあ、今後どんな選手になっていきたいですか、プレイヤーとして結果残せるように、うん、まあ強くなることもそうだし、うん、海外プレイヤーとも交流できたらなとは思ってます、うん、今できてないんで、やっぱりその情報っていうか知識というかあっち側のその練習内容だったりとか、うん、そういうのもまあなんだろうな、知る、なんか自分から知っていけるようにしていきたい、うん、こっちはねストーリー君ともねつながってるからね、ガンガン、うん、そうっすね、聞けるしね、うん、うん、まあ、そうですね、そういうのもしたいし、あとはまあ、ちょっとプレイヤーをなんだろうな、その具体的にやりたいから、ちょっと二の次にはなるかなるんですけど、 YouTube の方もちゃんとやれたらなとは思ってます、うん、なるべくアイディア出して動画とか配信とかできたらなとは思ってます、うんうんうん、ね、頑張ったらメリットしかないからね、もうそうなんですよねとかしかないし、まあコミュニティにとってもね、もちろんもちろんいいことしかないし、うん、じゃあちょっと最後に僕からの質問というか お言葉というか言葉というか、まあ、そうですね、まあ18歳で、もう僕が18歳の時とかもうまだ大学入ってまだ本当日本の e スポーツまだなかったから、そうっすよね、まだまだ全然できなかったんだけど、うん、まあね18歳でもうラッシュに入れて大会もこれから多分出てくると思うから、いやすごいね、うん、この恵まれた環境、本当にね、まあ、頑張ってほしいなと思いますよ。で嬉しい、まあね、そう2つかな、僕から伝えたいというか言いたいことというか、はい、ね、まあ、楽しむことと、あとまあ貪欲であることですかね、うん、そうですね、まさに、まあ、確かにこれからね多分辛い時絶対あるんですよ、まあ、結果出なかったりとか、ね、いろいろやってもうまくいかないとか ねコミュニケーション取れないとかね、まあ、あると思うんだけど、うん、まあね、このゲームをそれを楽しんでそこで諦めないでね続けてほしいっていうのと、うん、あと、まあ、貪欲であれっていうのは、まあ、ラッシュゲーミングは、まあ、言っちゃえば本当普通のチームより環境恵まれてると思うんだよね、そうですね、うん、まあ、YouTube も結構こうサポートできることもあるし、ハセシングリードとかグッピーもいるし、もう頼めば全然動画も作れるし一緒に、うん、でまあね一緒に研究してくるメンバーもいるし、まあ、ストーリー君っていう海外の選手もいるし、うん、であストーリー君は今選手やってないけど、まあコーチとして海外の情報も聞けたりするし、うん、でね、まあ、最近なんかメンタルコーチとかもついてくれてたりとか、そうですね、うん、だからもう本当この使えるラッシュゲーミングの環境もどんどんね使ってほしいなと思いますよ、うん、本当に遠慮しないでね、はい、ハセシンにもなんか気になったことあったら聞いてもいいし、なんか動画の作り方とか全然聞いてくれるから、はいはい、はい、あそういうのをねどんどん活用してほしいなと思いますね、はい、なるほど、うん、まあそうっすね、確かにあの楽しむのはもう絶対というか、うん、もう本当に楽しいがあれば乗り越えられるものも多いし、でラッシュ本当に、まあ、入って今もずっと思うのが本当なんだろう、うん、運営の
サポートもそうだし、メンバーのそのモチベーションの高さもそうだしで、うん、なんかとにかく引っ張られるんですよね、うん、そのもう自分もどんどんやってこうみたいな風な環境でやれてるんで、まあ確かに、はい、自分が引っ張るぐらいの気持ちで、うん、もうそうですね、自分は今度はね、うん、まあまだ若いからね、プレッシャーもすごいと思うけど、ね、まあ全然プレー面もね、もう僕にバリバリ聞いても答えるしね、はいはい、そこはねどんどん、まあ、活用して、まあ、聞いてください。そうですね、はい、はい、というわけで、はい、じゃあまあ以上ですかね。お疲れ様でした。じゃあシリウスくんの、YouTube チャンネル、Twitter 等、概要欄にあるので、皆さんぜひ登録の方をよろしくお願いします。これからね動画上がると思うんで、はい。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。バイバイ。